反攻を強めているウクライナ軍がウクライナ南部ザポロジエ州のロシア軍拠点の弾薬庫を2カ所撃破したほか、自走砲2両を爆破したことが明らかにされたよ。冬将軍の到来で戦況は膠着状態になると予想されていたが、ウクライナ軍は、逆に好機と捉えて大攻勢をかけ、ハイマースなども使用してロシア軍を圧倒しているようだな。冬を味方につけて戦うのはロシアだけの専売特許じゃないってわけだね。さて今回は、ザポロジエロ軍拠点にウクライナ軍が総攻撃を仕掛けていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年12月15日にウクライナ中南部のザポリージャ州にあるロシア軍の拠点に対して大規模な砲撃を加え、ロシア軍の弾薬庫2カ所の他に2両の自走砲を破壊したとウクライナ参謀本部が発表したよ。この砲撃を見て世界中の専門家やメディアは、ウクライナ軍がここから先、ザポリージャ州において反転攻勢に力を注ぐための準備とする意味合いがあるのではないかとの見方が強まっているみたい。ウクライナ軍は9月に反攻を開始して以来、北東部ハルキウ州を大きく奪還して東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州でもその勢いに乗ったところだけど、ルハンシク州では前進速度が遅くなっており、逆にバフムートにおいてロシア軍の攻勢に苦しむ展開となっているね。そして南部戦線においては、11月にヘルソン州の州都であるヘルソン市を含むドニプロ川西岸を奪還したものの、東岸にわたって防御を固めているであろうロシア軍に対して、ウクライナ軍の現状では正面突破の渡河作戦を実施する余裕がないと指摘されているよ。一時はヘルソン市の対岸やドニプロ川下流のキンバーンサスなどに特殊部隊を上陸させた後、渡河作戦の実施可能性を検討していたのではないかと見られる動きはあったのだが、結局のところ両岸から砲撃合戦となっていて、膠着状態が続いているぜ。ウクライナはヘルソン州の奪還の波に乗って、2014年の一方的に併合されたクリミア半島の奪還を悲願としているけど、このままではドニプロ川を挟んで膠着状態がさらに続くこととなり、その間にロシア軍に防御線を固められてしまうと手も足も出なくなり、ヘルソン州を割譲しなければならなくなる事態に陥るかもしれないよ。ヘルソン州の北隣に位置するザポリージャ州では、ドニプロ川に架かる橋がある州都ザポリージャをウクライナ軍が抑えているため、ここを拠点として同州を南下してメリトポリを奪還することができるんだ。これでメリトポリを奪還することに成功すれば、ロシア本土から東部ドンバス地方を通じてヘルソン州やクリミア半島にまたがる補給路を抑えることになり、ヘルソン州のドニプロ川東岸に展開するロシア軍の補給を遮断しながら攻勢を仕掛けることが可能となり、北側からヘルソン州全土を奪還した勢いでクリミア半島の奪還までの道筋が見えてくるだろうね。東部ドンバス地方においては、ウクライナ軍が防衛しているドネツク州のバフムートに対して、ロシア軍が攻勢をかけて一部の部隊が市街地に入ったとの情報も流れているが、激戦が続いていることに変わりはないよ。ロシア軍がバフムートを制圧後、そこを拠点としてさらに西のスラビャンスクやクラマトルスクなどの都市を攻略して、ドネツク州の大部分を支配しようと企んでいると思われ、この半年以上の間で執拗にバフムートを攻撃しているんだ。ウクライナ軍がバフムートに地下要塞を築いたとの情報もあるけど、要は徹底抗戦の構えを見せており、西側諸国の軍事専門家などの間では、バフムートにロシア軍の主力部隊を引きつけておきながら、ザポリージャ州のメリトポリを奪還しようとする作戦ではないかと見られているね。このメリトポリでは15日にロシア軍にとって重要な補給路として使用する道路橋で爆発が起き、橋が陥没したような様子をおそらく監視カメラで撮影された動画として SNS などオンライン上に流出していて、この動画はメリトポリのロシア側が指名した行政当局者からの情報であると述べられているよ。ウクライナ側のメリトポリ市長であるフェドロフ市長は、爆発が起きた橋は戦略的に重要な経路の一つであるとして、同市の親ロシア派当局者は橋がメリトポリからザポリージャ州の各都市や南部ヘルソン州の占領地に対して食料や医薬品、建設資材などを運ぶ重要な補給ルートになっていると述べているね。
この橋はメリトポリの東のザポリージャ州ペルジャンスクや東部ドネツク州において、アゾフ連隊が製鉄所に籠城してロシア軍と激戦を繰り広げたマリウポリにも繋がっており、さらにロシア本土にも通ずるアゾフ海沿岸にあって M14 と呼ばれている幹線道路上の重要な橋だな。ロシア側の行政当局者によると、橋の破壊には TNT 爆破薬が使われた IED が2個使用されていて、鉄筋コンクリートの橋脚が2箇所破壊されたとしているが、この橋を使用して運ばれている貨物などへの影響は少なく、さほど重要な橋梁ではないと語っていたよ。それからペルジャンスクに配置されているロシア側の行政責任者によると、同市において14日にウクライナ側と思われる破壊工作員が変電所を爆破したため、1万戸以上が停電になってしまったと述べているね。このようにザポリージャ州内では、ここ数週間にわたってウクライナ軍によるミサイル攻撃や、特殊部隊の工作員などの破壊活動が急増していて、この他にもメリトポリ市内のロシア軍司令部の爆破やザポリージャ州内のエネルホダルやトクマクなどにもウクライナ軍による攻撃があり、多数のロシア軍兵士が戦死負傷したと報じられたんだ。12月に入ってからウクライナでは氷点下の気温が続き、これまでぬかるみ地となっていた路面が凍結してきて、両軍ともに戦車などの戦闘車両の行動が可能となることから、昨年末には戦況が大きく動き出すと予測する西側の軍事ジャーナリストが増えていたけど、その中には増員されたロシア軍が大攻勢をかけると主張している日本人ジャーナリストがいて、12月10日から19日までの間に54万人のロシア軍が全面攻勢をかけるとの持論を展開していたよ。侵略が開始された2月24日以降、多大な戦死傷者を出していると言われるロシア軍が、追加動員によって近々その規模が54万人にも上るという見方を示す軍事ジャーナリストは他にも存在しており、ロシアの国勢からしてそれが実現する可能性は非常に高くなっているな。ただし、そのうちの30万から40万人は9月以降に反強制的に動員された新兵で構成され、訓練を施されたとしても、にわか仕込みの3ヶ月では敬礼などの基本教練ができるようになって、自動小銃の扱い方をようやく覚えた程度の練度だと思うぜ。ロシアのことだからどれだけ動員しても練度が伴っていないことは容易に予想できるよね。戦車や榴弾砲、多連装ロケット砲などを運用できるレベルまでは至らず、単に塹壕を掘って命令があればウラー万歳と叫んで突撃するくらいが関の山の兵士たちだな。いくらウクライナ軍に数で勝っていても、アメリカなど NATO 諸国で最新兵器を運用するレベルまでに達したウクライナ軍に対して有効な戦力とはならないよね。しかもロシア新兵に供与される自動小銃は、40年以上も倉庫に保管されていて錆びついたものもある旧式のものばかりらしく、現在のロシア正規軍が使用している自動小銃とは口径が違うため、弾薬が共有できないことから新兵用の小銃に装填する弾丸が足りなくて、銃剣で突撃しなければならない部隊があると言われるくらいなんだ。さらに、これからロシアが大攻勢に出ると予想しているジャーナリストは、ロシア軍がすでに5000両の戦車を前線に配備したと主張しているんだけど、その戦車はおそらく保管在庫の鉄くずのような旧式の T62 であると見られ、果たしてどれほどの戦力になるかは不明だと指摘されているよ。このような情勢の中12月17日までに東部戦線から気になる情報が届いていて、ロシア軍が優勢と言われているバフムートで攻勢を強めているのは、実際にはロシア正規軍ではなく民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊であるとされているんだって。そして、ウクライナ東部ルハンシク州のカディーフカに設置していたワグネルの本部拠点が、ウクライナ軍の高機動ロケット砲システムハイマースの攻撃によって破壊されたとの情報が、ルハンシク州のハイダイ知事によって伝えられたよ。本軍として使っているホテルが破壊されたことにより、中にいたワグネルの兵士たちに大きな損害が出たと言われており、このことによってバフムートの戦闘部隊への補給などにも何らかの影響が出る可能性が指摘されていて、そこで右往左往している間に、ウクライナ軍がザポリージャ州で攻勢をかけるとの見方が真実味を帯びてきているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。